はい、今日も運命の闘技場をやっていきましょう。デッキを確認すると1コスのユニットが1、2コスが3体と、あと3コスがアクサンとメラゾーマ1枚というところですね。はい、で現在のところ、4勝1敗、なかなか調子がいい。あら。クエスト、ないか。一回行きましょう。はい。私の呪文でぶっ飛ばしちゃうんだから。弟子化対決、覚悟してよね。弟子化だとかなり強いから苦しいか。モリモリスライムも2133でしかないからな。弱いっちゃ弱いんだよな。でもないよりはいいからな。高校だとちょっと強いんだけど。さあ行くわよ。まあこれでいいだろうな。相手のテンション上げを期待して、テンション上げた方が強いな。引くよりも。もうできることはなさそうね。これ初手倒せなければこっちにチャンスがあると。ああ、うまい。これはうまいね。あ、次倒すからいいという話か。まずこれ、シャコラは次頑張りますか。じゃあこれはなかなか頑張れないけど。容赦しないわよ。これも使うしかないっつとかな。あ、でもこいつ強えな。スライム3、スライム3なかったら倒せなかったはずだからな。仲間を集めて、それは強いな。私に任せて。冒険者さん、私のターンね。ジャコーラ、これどんどん使われるとちょっと困るからな。ジャコーラで行くしかないな。ジャコーラで、ダメにしてロコを倒そう。ちょっと苦しいかな。全員の食らうダメージが2倍になると。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。戦闘で食らうダメージが2倍か。ちょっと待って。あー、くそ、グレンじゃなかったんだ。しまったな。じゃあこっち倒しといた方がいいか。グレンも6点になるもんだとちょっと勘違いしてしまった。しかもこのターンのみなんで、もうこの相手のターンになったらもうそれはなしになっちゃうね。アフルバッチ強い。え？あー、羊か。それは強いな。これは何かこの、金のカードバックからなんか出さないと苦しいってことか。あー、冒険者とこれのシナジーがすごい。こいつをまずやっつけるべきだった。これはひどい。金からイオかなんかモコフル。あー、まあいいんじゃないですか。で倒して、死ね死ね。そなたも世界の半分が欲しいのか。あれだけやめてください。あれだけなんだっけ。もう
できることはなさそうね。はいはいはい、押してください。はい、押してください。螺旋打ちだけやめてください。ここに当たれ、ルイーダに当たれ、ルイーダに当たれ、ルイーダに当たれよ。何か3点に当たったっていうのはなかなかベストでもある。セーニャで復活するのはジャブ、ああスライムが復活する可能性があるのか。それは相当弱いな。でもセーニャ使いたいな。無視、無視して冒険者さんを出すよね。ムドラ、しかし冒険者さん、ムドラ倒したいがそうも言ってられないからな、まあ、両方倒すしかないか。どっちが、うん、どうだ。残念、もう帰らないといけないみたいね。スライム以外、スライム以外お願いします。スライム以外で、スライム以外でお願いします。今こそ癒しの光よ。あですよねみたいな。もうできることはなさそうね。私のターンね。ですよね。クソ弱え。愚か者め、思い、まあでもまあまあなかなか頑張ってる方じゃないでしょう。こいつはシンクロがないから別に復活もしないし大して怖くもないと。これ金で頑張る。いやー逆転勝ちあるか、向こうが何出すかによるな。ネルゲルとか変なの出してくると、あークレイグ強すぎ。セーニャ、手加減はせんぞ、許せ。さあ俺を倒してみろ。これ倒せない。この4点がここに当たったらまた悲しいしな。強い封印しかないってことだよね。これ倒すには運転はこの辺に当たってよ。はい、あれ、あれ毎ターン4点ってなかったっけ。あれこのせいか。あ、次のターンか。よし、封印してもしょうがない。これ倒せないから、なんか引かないといけないんだ。なんか引かないといけないんだが、悪魔の巣をまず置いておいてから引く。ウーノーが。いや、ちょっと苦しいな。もう一回引く。マルチェロ。マルチェロなかなかいいな。こいつ殴るわけにはいかないから放っとくしかないな。私のターンね。愚か者め、思い知らない。まあ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 。ここに当たってくれてもよかったね。はあ。まさかこのわしが。マルチェロはなんかね、いいこと、いいところで活躍してくれそう。こうウルノーガもいいよ。ウルノーガワンドロー。あー、ドローしても。うわー、きつい。きついが？あー、当たるんだ。なんか持ってると当たるってやつだもんな。さあ、行くわよ。そうか、そうか。失敗はしてないでしょう。失敗はしてないでしょう。これを倒したいんだが、ウルノーガから行くかどうかだな。いや、苦しいな。これを倒すのは苦しいな。ちょっとワンドローしてから考える。雄たけび。これ戻す。あー、自分を戻すっていうのもありだな。エステラはそんなに強くない。うん。で、復活させるっていうのもまあありだが。まあ、こっちかな。どうしてドローしたところでって感じだよな、これ。これ
こだ。ここまでか。上げた方が強い。そろそろ決めないとね。私のターンね。グレンで殴ってくるか。ああまたかい。スライム釣り大好きだな。ここに置かれるとマルチェロが効かないんだけど、悔しいな。マルチェロなんかうまく活かしたいんだけどな。期待だけじゃちょっとな。おいいね、2体分。モンスターマスターの力見せてやる。みんな。お、3体分やれるぞマルチェロ。これはいい、いいマルチェロだ。よし、しかもグレンを打たせなかった。よろしくね。いいねアントン。これはマルチェロ勝ちになるぞ。想定してないでしょ相手は。容赦しないわよ。すいませんね。マルチェロだということは想定してないでしょ。14あったな。メーカーのお嬢さんが野蛮な真似はいかがなものかな。神の裁きを受けるがいい。もう一回戻して、もう一回マルチェロってこともできるからな。ちょっと休憩しようかな。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。さあマルチェロは強かったぞ。まあ、なんかメーカーのなんとかでさ、あんまり聞かないセリフを言ってくれたのか。スライム釣りは強かったな。え、エステラはまだ弱いけど、ウルノーガが結構強いと思うんだよな。ウルノーガドローしてもあんま得しない。わあ強いこれは。この戦いもきっと神の試練なのですね。ゲントの神よ、癒しの力を。ハッ。どう引くんか。行くわよ。一回マルチェロ行くしかないなこれは。まずここを殴り。覚悟しろ。戻し。へー。一回マルチェロ。メーカーのお嬢さんが野蛮な真似はいかがなものかな。神の裁きを受けるがいい。で、マタンゴという。こいつをやっつけ。成敗します。この杖をあなたに託します。で、マタンゴで壊す。いやでも相手がカードがいっぱいあるからな。まだマルチェロは良かったけど、マルチェロは良かったけど、まだエステラは育たない。2回引いてまだコストが9あるから何でもあるんだよな。でグレンは打てない。ヤンガス、あ、うまいね。いや、そう、ほったらかすかやっつけるかだね。デビルウィザードで1が出てくる。1,2,3,4,5,6,7,8,9 あるからグレン分残せば。うわー、1のくせに強いやつが出てきやがって。3点与えられればポケットマン強いぞ。まあドローするほどでもない。1匹はやっつけようか。無視して、テンション上げれば。邪魔だ。届かんか、これ。
さん出すのとウルノーガを出すのとどっちでかいの出すのとどっちがいいか。チンしよう。そろそろ決めないとね。私も微力ながらお手伝いさせていただきます。これ出てきたい。3人のやつが強かったな。もうできることはなさそうね。私のターンね。モリモリモリで頑張るか。1点足りん。1点足りん。アントン邪魔。じゃせい。こんなところで。さあどうなる。バルンバ強い。一点でもでも突き抜けられればなんとかなるんだけど。うわー強い。しかもハードメタルボディ強っ。さあ突破できるのか。突破するとしたらここここここ、1点通ればいいんだよね。だからここをまずやっつけ、ここまずやっつけ、ここをやっつけ、ここをやっつけ、ここをやっつけ、あ、いけんじゃねえの。しっかり行くか。ああ稲妻の剣、これは強いよ。そろそろ本気で行くわ。くさ、すまねえでゲス。稲妻の剣は強かったな。悔しいけどあんたの勝ちよ。よし、ゼシカ対決に勝った。マルチェロ勝ちだな、これは今。マルチェロをうまく2回使ったっていうのがすごい強かった。一回行こう。あ、ちなみにこの天運の闘技場は日月曜日のお昼までなんでね。あと1回ぐらいが動画に残せる回数となるんでね。まあ、今のうちに、めったに楽しめないこのはちゃめちゃなやつを皆さんも楽しむといいんじゃないかなと思います。スライム釣り強かったな。さてと、頑張ってみましょうかね。結構強いからな。派手にドカーンとやってる。種が強いんだよな。この子はちょっと嬉しいが、お、パペットマンいいね。うん、いいね。ドロル、パペットマン。もう手に任せて。じゃあ、ドロルを倒せるかどうか。ドロルじゃない、パペットマンか。隠すか貫通か。何も出さなければ。イアンクック。私のターンね。パペットマンいいな。これに対してどうする？圧倒的な強さだけど、これはやっぱり取っとかないと種で増えちゃうから、ね、プラス2のやつがなければ倒せる。ああ倒せなくてもとりあえずユニット置いてウォールを作ろうっていう。うわー強っ。そんなことがあるんだ。いやー必中剣が出るとはな。ちょっと想定外では。こいつ倒した方がいいんだけど、無視でもいいかな。これエビルプリストが出せなくなるな。もう一回行こう。きついな、この辺が出せなくなるのはちょっときついが。いやー、必中剣はずるいよな、ちょっと。なかなかないでしょう。
ちょっとグレンは使わずに相手の何が出てきてもグレンで倒すよという意思表示をすると。さあ4点出せるか、4点出せるか、こいつを2上げるとかやれば一応出せるが、ここから殴りに来て、いやパペットマンが強いと思うんだけど、MP がでも低い、下がるからね、パペットマンの能力で最大 MP が1減るっていうのは2回やったから相当その面では不利なんだが、ブラッドレディとか出ればまだ、ああ救命か。なるほど、これは盤面を取られてしまう。まずこれだけでも倒した方がいいのかな。じゃあこれは難しいね。さあ行くわよ。救命倒したいけどみたいな。ベラ。そうか、グレンが当たらないのか。あー強い、全員にグレンが当たらない。ということは倒さないとどうしようもないっていうことなんだ。かといって倒すにはこの2体両方ともなんとかしないといけない。まあ、あなたには私が見えるの。ちょっと9名残ったら、使いやすくなったでしょ。残ったら大変だが、それはお互い様だよ。こうするしかないかな。で一応9名やれるでしょう。もうできることはなさそうね。あ、夢には当たるんだ。グレンが夢以外に当たんないんだ。夢は倒すと。次でもこれ竜を出したいんだけど、きついな。これもありだな。デボラもありだよ。これは強いなぁ。しまったなぁ。9名が叩けないから、どうしてくるかな。9名様どうしてくる。無視。うわぁ、強いなぁ。そうだよ、僕は9名を倒せないもんな、これ。非常に悩ましい。これも当たんないもんね。竜王も当たんないもんね。すると、デボラ。デボラして勝てるかっていう話なんだよな。相当厳しいね。これを倒したところで、この牛名だけ残ってしまう。まあ、倒さざるを得ないのは確かなんだよな。倒そう。当てて、そろそろ決めないとね。私たちを呼び出すなんて何様のつもり。身をなち強いな。この世とあの世をつなぐ鍵よ。クレーン当たんないからも当てた方がいいのかなみたいな感じだねこれ。いやー厳しい、仁王立ちが厳しい。うわー、これが厳しい。来るぞ、備えよ。さあ、俺を倒してみろ。この棒はどうでもいい。いやー、強いな。これ強すぎだろ、ちょっと。3人で殴らねえと倒せないってことでしょ、これ。いやー、人たちが出ると想定してないからな、これ。
もう思い残すことはないわ。のんびりしていられませんぞ。クレーンが当たんないからな。どうしたらいいんだこれ。さあ行くわよ。金のバッグで何かを引くしかないってことだよね。それかデボラか。金のバッグで引いたとしても解決策が来るとも限らない。やっぱデボラか。いやでもパペットマン強いしな。パペットマン出したいね。金にしよう。よし。身長の杖、まあ、なかなかいいんじゃない。身長の杖じゃ遅いな。しか。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。そろそろ決めないとね。僕もフォーステイルみたいに。はっ。見える。新たなる未来の姿が。はっ。大変大変。でここはどこなの？ちょちょいっと。ほら使いやすくなったでしょ。おいおいおい、悪魔の巣がなくなるなんてひどいな。とっておきをお見せしましょう。魚名がクソなんだ、魚名が。一応レオコーンがあるか。あ、これ貫通されちゃうな。ここ置くの間違いだったな。こっちに置いた方がよかった。まあ、でも、一応貫通で殴ってきたらこっちも死ぬから。その点は問題ないか。罠を仕掛けたとも言える。ひどい。あ、でも当たんないんだよ。当たんないんだよ。バカだな。よし、煽ろう。感謝するわ。お前自身が当たらないということを知らなかったのか。お父さん、お母さん、ごめんなさい。はい、さよなら。逆襲しますよ、逆襲。私のターンね。はいはい、はい、いなくなってくださいお前ら。頑張ります。ここまでか。レオコーンっていうのこれだけだと弱いかな。竜王じゃ弱いかな。レオコーンでいくか。うわあ、ひどい。メラゾーマがなくなるのはひどいだよ。次、竜王、パペットマン、あ、デュランか。そこ投げられるときついんだよね。お？これが倒せない。メラゾーマがあったらよかったのに。いやーきついなー。ジュランはきついよ。ちょっとなんかないんか。4点出ないんだよなー。これ引いたところで弱いよな。殺しに行ったら逆に殺される。メラゾーマかな。厳しいな。
倒せないから仕方ないな。これわしが王の中の王、竜王である。倒したいんだが倒せない。今行くと逆にやられる。ケダモがいなくなったのはでかいな。とっておきを見せしましょう。どうだ。しかし4点ある。もしわしの味方に4点がどこに当たるか。世界の半分をお前にやろう。はい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 。愚か者め、そっちか。これはこう自分で殴るしかないでしょう。殴っても苦しいと思うが、64で一応でも64でなんかやっつければ64でここ10点入るもんね。厳しい。そんなんか引きにくいよな。武器とか引ければそっちの勝ちだ。おっと、のんびりしていられませんぞ。うわー強い。12点になるってことこれ。プラス4。8点。ベロニカ強っ。さあガンガン行くから覚悟しなさい。ほらほら行くよ。でも倒せるわけか。うわあ、ドックサイバーなくなるんで容赦しないわよ。いやー怖っ。いやー、金のカードバックは、もうレジェンドにかけるぜ。これはもうデボラ占いで行くしかないでしょう。3点、メラミが来てれば終わりか。何あんた、私を使おうっていうの？はぁ？グレンの炎で焼き尽くした！ゲレゲレ！ゲレゲレじゃない。安物に用はないわ。さあ、なんか出せる。うわぁ、タバサ。すごいな、タバサ。なんか、タバサ。ジェシカさんの魔法、お手本にさせてもらいます。えい！ちょっと、レディには優しくしなさいよ！トルネコさん、これは？するすんなよ！ああ、ドレアムがある。ドレアムが一回メラミを一回耐えてくれればなんとかなる。どうだ？メラミ耐えろ、メラミ耐えろ、メラミ耐えればドレアムでなんとかなる。メラミなし、メラミなし、お願いします。メラミなし。こっちグレンっていうのもいいしな。シルビアからのグレン、もう一回デボラでもいいし。たくさんバラバラっと出されたらもうどう。待てよ、アーゴンでもいいのか。アーゴンから出てきたドレアムはでも一掃するという能力ないけど、12がいきなり出てくるっていうのは強いかもしれない。タバサ来たぞ、タバサまさかのヒーロー森。なるほど。しかし僕はシルビア出せるから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ズッキーニ、おっと、のんびりしておい。強い。いくぞチャンピオン。さて、とっておきのお宝をもう持てません。あーとすると、あ、なるほど、そこはやっつけられるわけだ。また一からやり直しだぜ。いやー、ドレアムで行きたいけど、ウォール張られた時は勝てないんだよな。ほりゃ、闘志を燃やすのだ。さてどうするか、全く考えていなかったが、
つみちゃんあと3点で終わってしまうんだったらもうドレアンで行くしかないんだな。倒して5点当ててドレアンか。まあそれしかないかな。グレンっていう手はあるか。グレンを使ってこれを叩き、種が来たらこれやっぱ倒せないかな。無理だな。はっ、いやどれも行くしかないでしょう。一緒にしようか。だいぶボール払えた時はちょっと無理かっていう感じだね。グレも溜まってないから、グレも溜まってないからウォール払えた時に突破できないねんな。今のターンは普通に、シルビアで全勝利の方が良かったのかな。うん、そうだね、そうだね、そっちの方が良かったかな。シルビアグレンでここ叩き、あ、でもそうすると、ドレアムがなく、手札からなくなっちゃうんだよ。ミット貼られると、ちょっと無理っていう。あと3点しかないからね。もうデボラにかけた。しもべのくせに。デボラ対決。しもべのくせに、誰がしもべだよ、まだ。さて、とっておきのお宝を、もう持てませんな。この8で何が出てくるか。8でゴミしか出せなければ僕の勝ちだが、おっと、のんびりしていられませんぞ。ボールが張れるかどうか。まあ8やったらボール張れるだろうけど。ここまでも多分ボール張れる。うーわ大きかよ。ちょっと気が向いたらまた来てあげるわ。ずるウォール張るぞ、頑張って力を。3体置かないといけないね。もう1回引かないといけない。小さいやつ。おお、奇跡。これで止める。プオンの方がいいな。これ3点は後でいい。奇跡のグレイゼル。ちなみにブオーンね、ブオーンここだと小さくて可愛いんだけどね、ドラクエの映画ではねかなり大活躍する中ボスだった。お手に任せて。さてと、ナイスグレイゼル。これはどうにもならんでしょう。ボール張ったところで、金で行くしかないもんね、とりあえず。ボール張ったところで僕にはグレンが待ってますからね。おほほ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 。やるね。なにー？そんなバカだ。私のターン、ね、3体置かないと勝てないのに3体置けるわけがない。この4、6で重いからな。2使ったらもう無理です。あ、違うか。お願い。11、ちょっと足りない。悔しい、これは悔しい。いやー、くっそだなー。出番が来たようですね。私も共に戦いましょう。あと5、あ、足りた。よし。ついに疾風の騎士団と共闘する時が来ました。
かっこいい、かっこいい。今すごい。これコンボ？もしかするとクローズとエステラのコンボ、ついに疾風の騎士団と共闘する時が来ました。だってウォールは晴れた。あとあっちが、あ、こっち戦。そろそろ決めないとね。まさかの、まさかの、私のターンですね。まさかの速攻パワフルバッチがついてた。さあ3点ダメージが来るかどうか。このカード金か銀かあれでしょう。3点ダメージが相手に入れば勝ち。おお、ギリギリ勝った。認めねばなりません。ということはユニットしかなかったってことかな。いやー、これはなかなか楽しい。ドレアム対決にグレイツェルでやって、さらにエステラの特殊ボイスまで聞けた。素晴らしい対戦でしたね。おお、6勝1敗。かなり強い。やっぱゼシカ最強だな。というわけで、多分明日最終回。お楽しみに。ではまた。